あそれでは皆さん後ろのパネルにご注目ください。松平未然奉行から未然に防げる方法発表お願いします。では発表をいたす。いざ参る。見事な一刀両断です。ありがとうございます。9月11日から全国でテレビ CM 家族のこまめな連絡編が放映されます。このテレビ CM にはお三方で出演されているということなんですが、松平未然奉行、撮影の時の何かエピソードがあったら教えてください。はい、まあ、そうですね、いつもはいろんなところからこう出没するんですけども、今回は押し入れの中からですね出るような撮影をしまして、大変暑かったこともあり、はい、結構厳しかったんですけども、ね、まあ、できるだけね、やっぱり多くの方にご覧いただきまして、はい、一件でも多くやっぱり未然にこう防ぎたいと、そう思っております。そして福君、ゆめちゃん、はい、撮影の時はどうでしたか？松平さんがかっこよかったり、あとは電話するシーンがあって、うん、おじいちゃんおばあちゃんに、はい、本当のおじいちゃんおばあちゃん大丈夫かなって考えながらやりました。CM の撮影しながらちゃんとね、自分のおじいちゃんおばあちゃんのことも心配になっちゃったんですね。福くん、松平さんかっこよかった、どんなところがかっこいいですか？この格好とか、ちょっと暑そうだったけど暑かったよね福くんから松平さんの格好どうですか？自分のお子さんと見てやっぱりしっかりしてます。しっかりしてるね